アストリアは、アメリカ合衆国オレゴン州、クラトソップ郡にある市であり、同郡の郡庁所在地である。コロンビア側の川口付近に位置する。市名は、アメリカ人投資家のジョン・ジェイコブ・アスターの名に由来する。アスターの毛川貿易会社は1810年、アストリアトリデをこの地に設置した。1876年10月20日、アストリアは、オレゴン州議会の決議を経て市政化した。 コロンビア側南岸にあることから、市内にはアストリア港湾局が管理する深み港がある。市内の主要な交通機関には、アストリア地域空港のほか、幹線道路として国道30号線と国道101号線、また隣接するワシントン州への連絡橋として、コロンビア側を横断するアストリアメグラー橋が存在する。 2000年実施の国勢調査の時点で、市の人口は9813人だった。2007年現在の推定人口は1045人である。アストリアのメソジスト施設団アストリアの風景、アストリアメグラー橋、アストリアコラムルイスクラーク探検隊は1805年から1806年にかけて、 クラトソップトリデと呼ばれるゲンアストリア南西の小さなマルタ小屋で越冬した。探検隊は東部に帰還するべく、近くを通りかかった船に助けをこうことを考えていたが、結局この地で玄関の冬を過ごした後、往路を遡って東部に帰還した。今日クラトソップトリデは再建され、アメリカ合衆国国家歴史登録罪に指定されている。 1810年、ジョン・ジェイコブ・アスターの太平洋毛川会社は、アスター体験隊を派遣し、1811年に北西部毛川貿易の主要拠点として、アストリアトリデを設置した。事実上、これがアメリカ合衆国にとって最初の太平洋沿岸部入植地となった。アストリアトリデは、 アメリカ大陸の開拓における極めて重要な拠点となり、アメリカ合衆国による領土権の確立に大きな影響を与えた。イギリス人探検家、デイビッド・トンプソンは1811年にヨーロッパ人として初めてコロンビア側全庁を航行した。トンプソンはコロンビア側川口で当時は建設中だったアストリアトリデに到着した。 太平洋毛皮会社の船、トンクインが到着した2ヶ月後のことだった。しかし、太平洋毛皮会社は倒産し、アストリアトリデと毛皮貿易は1813年、イギリスに売却されることになった。アストリアトリデは1818 18年に、アメリカ合衆国に返還されたが、毛皮貿易はその後も、イギリスの管理下に置かれ、この状況は、オレゴン街道をたどってやってきた。 アメリカ人開拓者たちが1840年代半ばにアストリアに移り住んでくる頃まで続いた。1818 18年条約が締結するとアメリカ合衆国とイギリスによるロッキー山脈分水海西側の共同占有時代が始まった。1846年オレゴン条約によりオレゴン協会紛争が決着を見るとイギリスは 北緯49度線以南の全領域について領有権の情報を承認した。ワシントン・アービングは当時ヨーロッパで高い名声を誇ったアメリカ人作家であるが、ジョン・ジェイコブ・アスターは彼に近づき、太平洋毛皮会社の3年間の統治時代の物語化を依頼した。アービングはアスターのもとに記遇する間にアストリア・アストリアを書き上げた。この作品はアメリカ精神における アストリア地域の重要性を強調するものであった。アービングの言葉は、毛皮貿易に携わるものは、荒野のシンドバットであり、彼らの冒険的事業は、アメリカの経済力拡大の足場として、内陸側と太平洋側への両拡大に関与で、ある、というものであった。オレゴン巡州が成長し、次第に入植者の数も多くなってくると、アストリアは、 コロンビア側川口の港町として栄えた。コロンビア側は内陸部への移動に適していた。1847年、ロッキー山脈移勢で初めての郵便局がアストリアで設立した。1876年、アストリアの共同体は州の決議により市政化した。アストリアは19世紀後半になると多くの移民にとって憧れの対象となった。間もなくして、 フィンランドを中心とした北欧系と中国系の移民が人口の大半を占めるようになった。フィンランド系移民のほとんどはユニオンタウンに定住し漁業を営んだ。中国系移民は缶詰工場の労働者になる傾向があり、中心街、または缶詰工場の近くの宿泊小屋で生活するものが多かった。1883年と1922年。 アストリア中心街は大火により二度の壊滅を経験した。被害が大きくなった原因の一部として建築物がほとんど木造であったこと、また小宅地に杭を打ち込み、その上に中心街が栄えたことなどが挙げられる。第一次の大火の後も建設スタイルの変更は行われず、第二次の大火の際には炎が急速に拡大し崩壊した道路が 水道システムを壊滅させた。取り乱した市民は、最後の手段として、ダイナマイトを用いて建築物全体を爆破し、炎の進行を食い止めるほかなかった。アストリアは1世紀以上に及び通関手続き地として、機能し、現在でもコロンビア側下流に広がる盆地で、 貿易の中心地となっているが、太平洋岸北西部の経済中心としての座は、オレゴン州ポートランドとワシントン州シアトルに、明け渡して久しい。アストリアの経済は、漁業、水産化工業、材木業であった。1945年にはおよそ30の缶詰工場が、コロンビア側の近郊に散在していた。1974年にバンブルビーシーフード社が、 本社をアストリアから外部へ移転すると、同社はその存在感を次第に薄めていき、1980年にはアストリアに構えていた最後の缶詰工場を閉鎖した。材木業も同様に衰退した。アストリアプライウッド、ミル社は市内最大の雇用種であったが1989年に閉鎖し、バーリントンノーザンサンタフェ鉄道も1996年に運行を休止した。 1966年、アストリア・メグラー橋が開通した。これにより、国道101号線全線が開通し、アストリアとワシントン州がコロンビアを挟んで、接続された。今日のアストリアの主要経済は、観光、美術の舞台、および、蛍光業である。1982年に1000万ベイドルを費やして、防波堤を改善してからは、クルーズ船の立ち寄り地にもなっている。 2009年に物体インフルエンザが流行した時は多くのクルーズ船がメキシコに立ち寄ることを避け、経路を変更してアストリアに停泊した。マンション型客船、ザワールドは2009年6月にアストリアに立ち寄っている。アストリアの観光名所には複製されたクラトソップトリデのほか高さ125メートルの塔、アストリアコラムがある。アストリアコラムは アストリアの街を見下ろす丘の頂上にある。内部には螺旋状の階段があり、観光客はこの階段を使って塔の頂上まで登る。塔の頂上ではアストリアの前景のほか、周辺の景色、さらには太平洋に流れ込むコロンビア側を一望することができる。アストリアコラムは1926年にアスター家により、この地域の初期の歴史を記念して建造された。 1998年以降、フィッシャー・ポエッツ・ギャザリングと呼ばれる行事が開催されており、芸術に傾倒した多くの漁師が、アラスカや太平洋岸北西部から来訪している。この行事は、詩人や歌手が物語を送り、漁業とそのライフスタイルを称えるものである。また、アシトリアは、アメリカサイクリング協会による自転車ツアー、トランスアメリカトレイルの西側の終点でもある。 アメリカが州国国政調査局によれば、アストリア市の総面積は27.5平方キロメートルである。そのうち15.9平方キロメートルが陸地で、11.6平方キロメートルが水地である。西岸海洋性気候の気候区分に属す。冬の気温は、アストリアの井戸にしては穏やかで氷点下になることも、あまりない。夏は涼しいが、 短期的に猛暑に見舞われることもある。雨量は晩秋から冬にかけて最も多く、晩夏に最も少ない。降雪は比較的稀であるものの、冬季に微量の降雪が時折見られる。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。人種別人口構成素先構成年齢別人口、構成世帯と家族収入と、 家系ジョン・ジェイコブ・アスター小学校諸島、中等教育は、アストリア公立学校区が管轄しており、下記の4校が所属している。W. リスト・オブ・フィクション、セット・イン・オレゴンも参照、シャンハイド・イン・アストリアというアストリアの歴史をテーマにしたミュージカルがあり、1984年からアストリアで毎年上演されている。アストリアは1985年の映画、 グーニーズの舞台となり、実際に現地で撮影が行われた。アストリアで撮影が行われた。他の映画に、オーバーボード、ショートサーキット、ワイルドブラック、少年の黒い馬、キンダガートンコップ、フリーウィリー、フリーウィリーに、ジアドベンチャーホーム、ティーンエイジミュータント・ニンジャ・タートルズ3、ベンジ・ザ・ハンテッド、ザ・リング、ザ・リングに、イントゥ・ザ・ワイルド、ザ・ガーディアン、クトゥルフなどがある。 1960年代初頭のテレビシリーズ、ルート66のエピソード1タイガー2、A ヒルはアストリアで撮影された。このエピソードは1962年9月21日に放送された。ロックバンド、アタリスのアルバム、ソロング、アストリアには、アストリアの市内を描写したカバーアートとタイトルソングが収められている。アストリアは、アリエルゴアの小説、 ザトラベリングデス・アンドリザレクションショーの最初の物体だった。ニール・スティーブンスンの小説スノークラッシュではアストリアへの言及があり USS エンタープライズへ行くために当時最も適した場所であるとして扱われた。アストリアは映画南極物語でも登場している。この作品では登場人物のゼリー・シェパードが住んでいる街として描かれている。また最近では 沿岸警備隊を描いたケビン・コスナー主演の映画、ザ・ガーディアンでも登場した。1955年のモンスター映画、イット・ケーム・フロム・ビニース・ザ・シーでもアストリアは描かれている。作中では、海軍がモンスターを追跡したアストリアまで訪れる。アストリアではモンスターが浜辺で人々を襲い、砂浜に吸盤の痕跡を残す、というストーリーになっている。スオミホール。 フィンランド系など、スカンジナビア系アメリカ人の集会所で、アストリアメグラー橋のふもとにある。国際姉妹都市協会によって承認された姉妹都市は以下の通りである。ウィキメディアコモンズには、オレゴン州アストリアに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。